はい、今日も英国レアレコードを紹介したいと思います。まずはグレイシャス、これは UK のオリジナル版かな。こっちはドイツ版。グレイシャスのファーストですね。これドイツ版はつるっとしてるんかな、ちょっと光沢があって。まあドイツ版と UK 版の違いはやっぱり UK の方が作りが凝ってるっていう点かな。違いわかるかな。こっちがドイツ、ボコボコってちょっと表面がしててすごい凝ってるんですよね。なかなか素晴らしいと思います、このグレイシャスは。曲といい、まあオークションでドイツ版やと2万以下ぐらいであるかな。 UK 版は5万近くするに違うかな。でこちらがセカンド、これバーティゴじゃないんだけど一応フィリップス親会社。こっちもなかなか内容もよく素晴らしいですね。で次キャタピラのファーストかな。これ一瞬オリジナルかなと思ったらやっぱりレア版が多いとコピー品なんですよね。これ見たらわかるかな。ここにちょっと型番が手書きで彫ってあるような偽物なんですよね。これは完全なコピー品ですね。バーティオは特にコピー品が多いんで、オークションで買うときは気をつけた方がいいですね。例えばこのオリジナルのキャタピラ、やっぱりもう半世紀ぐらい前やからちょっとボロっとしてて当たり前なんですよね。コピー品はもう絶対ボロっとしてないんですよね。半世紀かけて傷んだ、って言うてたように、ちゃんと型が彫ってあるんですね。ここに見えないか、ちゃんとした型が、オリジナル版は彫ってある。やっぱりこの辺もやっぱレアなんで、やっぱ10万以下では見つからないかな、あんまり。で、そのためにアカルマっていうとこが再発で出してるんですよね、こういうレア版を。ジャケットの作りはなかなか綺麗にできてますね。ただ、音質がいまいち良くないと。これはいまいち、やっぱり音質が悪いと辛いですね、なかなか。ってな感じでもう一個あるんかな。グレイビートレイン、これ UK オリジナルなんだけど、これは間違いなくオリジナル版なんですけど、 UK のオリジナル版でもこれも作りがよく似てるんですよね。この再発はちょっとよくできてますね。台湾レコードっていうとこが出してますね、これ。だから、おバーティゴ見つけたと思っても、こういう台湾レーベルやったりするんで、インターネットで買うときは特に気をつけた方がいいと思います。では探してください。